1番だけじゃなくて他の歌詞も歌おうかななんて、思いまして、それ用にちょっと、アレンジされたものを歌わせていただきたいと思います。もともと、海賊船に乗っていた奴隷を扱っていた船の船長だったジョン・ニュートンという人がかなり悪事を働いたというか、お父さんも、そういう奴隷船を扱っていた船長だったということです。まあ、それが奴隷を人間以下の、人間以下では動物以下のように使って働かせたというのはもう当たり前のような、別にそんなに疑問に持たなかった、まあ、そういうことがあったわけなんですけれども、本当にちょっと想像もできないような、まあ、奴隷制度というのはねあるんですが、こうトイレにも行かせてもらえないでこう、ね、垂れ流し状態で、こう働かなくてはいけないというそういうこともあったそうです。それで、まあ、それでかなり巨額な富を得て、まあ、それが当たり前だと思って生きていたんですけれども、ある時まあナンパしまして、その時に、まあ、お母さんが非常に敬虔なクリスチャンだということで、お母さんとは小さいうちに亡くなったそうなんですけども、その時にお母さんの声を聞いたというか神の声を聞いたということで、後に、改心して牧師になったという、そういう経緯がある「アメージング・グレイス」という曲ですけれども、で、私が歌わせていただく時に一つのこのキリスト教という神の恵みということからもう少しこう大きく捉えていいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、人間の、持っている命の素晴らしさ、こうそういうものに、人は本当に素晴らしい命を一人一人が持ってるんだよっていうことを気が付くというか、そういうことが見える、目が見えると言ってるんですけれども、そういうことに非常に驚きと感動を持って、気が付くというんでしょうか、そういう思いが込められている歌ではないかと思っております。その思いで歌わせていただきたいと思います。アメージング・グレイス。Cheers. ってもらいまして、青柳みっちゃんにも入っていただきまして、アディエマスというグループですね、イギリスの、グループが作りました。世紀を超えてっていうのが一番有名かと思うんですけれども、NHK 番組のテレビになりました。はい、歌とそれから世界の音楽も含めたようなノリで、作ってるっていう面ではうちと、まあ、似てるんですけどうちと似てるっていうのもおこがましい。でもそのリーダーはオーボエ吹きでイギリスのロンドンのオーケストラでねやってたからですね作曲を始めてっていう。そういう面では私もいっぱい考えてる特にから始めていろんな曲が詞もできたりして、いるのが、まあ、目標とするべきで一緒にこうやっていくっていう面では目標とするべき団体かなというふうに思っております。で今日は何をやりますか、はいそれでアディエマスの多分テーマ曲になっているような曲だと思うんですけどアディエマスの作りました「アディエマス」という曲から送らせていただきます。ちょっと中性的な西洋中性的な響きがする曲になっております。じゃあアディエマスをご紹介します。アディエマスです。アディエマス。クレオパトラなんですけど。なんか言葉は今言ったっけ？言ってないですね。言ってない。これは言葉勝手に作った言葉でラテン語っぽいような歌に。次の曲だったら逆にアフリカ語っぽかったりするんですが、勝手に作った言葉なので意味は特にはないそうです。皆さんで感じていただければと。まあ赤ちゃん言葉は南語っていうのはありますけどね、まあ、南語もたくさん話させた方がいいらしいですからね止めてね我々もちょっと酔っ払うと多分南語になるんですけどそういうのは大事かなというふうに思います。それではお送りしたいと思います。アディエマス。はい、ありがとうございます。ありえますのありえますでした。では、はい、最後に、なりました。ありえますの中の、何回か、演奏してきております「レインダンス」という曲ですけれども、ちょっとアフリカのテイストのある曲でございます。ダンサー2人も加わってくれると思います。ちょっとサバをダンサーで少しこれレインダンスなんで、まあ、普通に雨乞いとか雨のね作ってほしいということだと思うんですけど、なんか雨の中でこう歓喜してこう踊ってるようにもちょっと思える感じがします。へんまやへやくまやへ、おおおあえ、えまや、おえままやえまや、えまやえくまえお、くまやえ、えまやへやくまやへ、おおお。あええまやおえままやえまやえまやえくまえまやえくまやえ水力を花でもね、ありがたいですね、ありがたい。そして、あやゆりつこ、光る子、去年ほど前にパンヨーロッパ、EU の元を作った人のお母さんがね、光子さんって名前ですね、久米豊富光子。そして、from 釜石から、匠の田辺、そして、from 野方から、今は、どんなことやってる東伏見か、違う、八坂なんですよ、渋いね、あれ、東京都ですか、東京都、東村山近い、はい、東村山ですか、東村山ですね、胸をそして、シドミョーデフロム仲間、高野丸の方です。勝ちりょうでした。ありがとうございました。アンコールがあります。れの順次リリースをしております。リクエストがありましたら、それぞれ見ていただいたり、書いてメモでいただけたらと思っています。こんな企画やったらということですね。で、今回ちょっとラジオトリオと私、つける声じゃないですけど、入ってらっしゃって、そしてダンサーというこの組み合わせのダンサーの部分ですね。で、写真の展示もさせていただいたりしております。またいろいろ報告の方も行ってきますので、また講演のほどよろしくお願いできたらと思っております。またスタッフとか、お友達とか、後輩の方とか、いろいろお声かけていただけたら、応援してこれ盛り上げていきたい。来年またもしかしたらですけど、展覧会の中のゼロの地下で行っていきたいなと、そこでまた写真撮影なんかを前出したんですが、まあ、そんなふうに思っておりますので、ご協力お願いしというか、応援のご意見いただければと思います。新藤文雄ありがとうございました。どういうお年をちょっと早いですね。我々から言いますが、12月の25日の夜、野方のウィズで、ちょっと録音を兼ねて、録音した後にクリスマスというか、まあちょっと私還暦なんですが、還暦コンサートの中なんですけど、ちょっとやりたいと思っております。よろしかったらチェックください。12月25日の夜、野方のウィズのホールになります。ありがとうございました。ってなかったから大丈夫です。それぞれがはっきりしていいですね。わかります。お互いピアノで叩いて。完全にピアノに寄り添う。そうですよね。ピアノの左手を。はい。ピアニストをスティーブ・ウォークインはああいうコスタリカというか。私からだけでなんか急にジャズの全部な感じ見えるっていうか。質問の形じゃないんですけど、客席から見てると見えます。シンバルちょっと気になるんですけど、もうちょっと近づいていただいてたんで、質問的にはね。来年は岩田さんも大丈夫なので、重心は違うので、もう片すぎ。埋めます。ありがとう。